ケイトのスティックコンシーラーが私はイマイチでした。厚塗りしてしまうのもそうだけど、なんか変に黄みが強くて、肌の上でずっと浮いてて肌色となじまない感じ。しかも時間が経つとムラになる気がする。キャンディドールの下地、SPF とかが高くて日焼け止め下地として買った。ラベンダー色を買ったけど、異常じゃないくらい顔真っ白になるし、プルプルな仕上がりみたいなの書かれてたけど、水分量ない感じの使用感だった。インテグレートのファンで今日3回目使ったけど、どうしても合わなかった。帰宅してマスク外して鏡見たらドロッドロ。ハケで薄く塗ってもパフで軽くポンポンしても、どちらも同じくらいひどかった。試しにマスクせずに過ごしてみても、シワにたまりまくり浮きまくり。インテグレートのベースはほとんどが脂性肌向きだよ。少しでも乾燥が気になるならやめた方がいい。40代の自分には全然合わず、1回で捨てた。とにかく乾燥するし伸びない。カバー力特にないし毛穴隠れない。塗っても塗ってもシミが消えずだった。汗かくとだらりと崩れるし、あとこれ UV 入ってなかった。オバジのデイセラム UV、 これものすごく期待して買ったら使い心地悪くてショックでした。テクスチャーが割と固めで、肌に置いて少し待つと固まっちゃって、伸びない&もろもろが出てきて塗りムラ修正が大変。ビタミン C が弾けるというコンセプトは最高なので、ぜひテクスチャーを改良してもらいたい。肌が薄めの乾燥肌でブローの方を買いましたが、普通に肌が乾燥したのと厚塗り感が出てなじまなかったので微妙でした。脂性肌の姉も使用しましたが、厚塗り感が出てなじまなかったです。薄めデコルテのコンシーラー、 YouTube でいろんな人が絶賛してたから買ってみたけど、伸びが悪いし、なんかボテッとした感じで全然ダメだった。乾燥するし、目元ほうれい線に塗ったらシワっぽくなってしまう。筆も使いづらかった。メイクアップフォーエバーのパウダー、画像のような量を出そうとすると何度かツイストしないと出ないですね。色の偏りはやっぱりあります。中心部分が結構大きいので粉が飛び散ることはないです。粉質は可もなく不可もなくだけど、ツイストする作業が面倒でリピートはなしです。マックのフェイスペン、シャーペンみたいに上をカチカチ押したら出てくるんだけど、数回使った頃、カーペットの上にポロッと落としたら、中のカートリッジみたいなのが外れて出てきた。元に戻したけど、液が出てこなくなった。メーカーに問い合わせても、落としたものは知らないし、直し方もわからないって、もう絶対買わない。ボビーブラウンの漢方ファンデと呼ばれてるファンデが全く肌になじまなくて使いこなせない。ブラシでもスポンジでも全然綺麗に伸ばせなくて、塗った瞬間に乾燥する。かろうじて今は手のひらに広げてペタペタ塗って、スポンジでなじませるのが一番マシだけど、綺麗とは程遠い。なじまないよね。肌の上で滑る感じある。なのに乾燥するっていう、わけがわからない。それに、崩れやすい。もうやっつけで仕方なくたまに使ってる。カワニーのセンチュリーザファンデーション。クレドのルフォンドゥタンよりもいいという口コミを見て買ったけど、時間が経つと化粧崩れと毛穴落ちが目立つのでイマイチでした。塗り心地もクレドより重たい感じ。ブルベにおすすめのロム&のベターサンチークのストロベリーミルクを買って使ったけど、全然色が出ない。これはアラフォーには無理だと思った。ビセのシェーディング、ブラシはいいけど全然色がつかない。買おうか迷ってたけど買わなかった。美容系 YouTuber の使ってる動画いくつか見てたけど、ほぼ色がついてないくらい見た目わかんないから、つけなくても同じじゃねと思ったよ。キャンメイクの涙袋用アイシャドウ、塗った時は可愛いんだけど、色持ちが悪くて使わなくなってしまいました。エクセルのリアルクローズシャドウ、エクセルのアイシャドウはデカコスナミと見るから買ってみたけど、粉質全然良くない。塗り心地はしっとりだけど、夕方になるとプライマーなしじゃ目の下にがっつり落ちて二重も剥げている。色味だけの話だけど、イーベ春だから似合うと思って B アイドルのコーラルブラウン買ったけど、左上のコーラルのくすみが強すぎてダメだった。本命のブラウンはしっくりくるから愛用してる。くすみマットだからイーベ秋に似合うコーラルだと思う。エトボスのアイシャドウ、粉飛びするってレベルじゃねえぞってくらい飛ぶ。ケース内がすごいことになる。バラエティショップ内だと高価格帯なのに。粉質柔らかいから発色はすごく良いよね。見たままの色が出せる感じ。マルチコスメなのに持ち歩きに向かないのは残念だなって思う。セルボークのバティックアイパレット、透け感ある発色で可愛いし、自分が薄顔だからぴったりかなって思って買ったけど、淡いと化粧持ちも悪くてすっぴんに戻されちゃうので使わなくなった。セルボークのアイシャドウっていまいちだよね。パレットも単色も買ったけど、プレスが硬くて取りにくいのに粉はボソボソしてる。ヘーゼルの方使ってる。色味は好きなんだけど、なかなか乾かないというか、ずっとペタペタする感じで嫌になってくる。カールキープ力もない。残念。ヘーゼルの方使ってる。
小さくて持ち運びには便利だけど、カールキープ力がない。リピはしないです。リメルの嘘つきますから、ナチュラルが売りなのわかるけど、塗ってないも同然だった。血まつげが濃くなったように見えるわけでもないし、なんであんなに売れてるのかわからなかった。繊細のマスカラ、口コミ評価がすごく良くて、買ってみたけどボテッとした液でダマダマになるタイプだった。デパコスのマスカラは成分がリッチだからなのか、ちょっと仕上がりが胸焼けする感じ。ロングの方だったんだけど、がっつりティッシュオフして使っても濃くて、全然仕上がりは繊細じゃなかった。ビセの宝石リップって呼ばれてたやつ、唇に塗ったらラメが取れて普通の口紅になっちゃった。もっと唇がキラキラするのかと思ったら、イメージと違ってがっかり。私もキラキラ期待して買ったのに、すぐ取れてがっかりしたわ。公式の色味と違うし、あまり使ってない。ボディーブラウンのグロスです。本当に一瞬で取れるので、写真撮る前にお直しで塗るくらいしか使い道がありません。これ塗りたては超可愛い仕上がりなのに、本当にすぐに取れる。何もしなくても取れる。エルメスのリップバーム、思ったより色は出ないし、マットで唇がパサついて見える。買って失敗したコスメについて紹介しましたが、いかがでしたか？皆さんの失敗コスメもありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではガールズチャンネルの有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価していただけるととても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。